はい、どうもお疲れ様です。TIL でございます。今日は BO4 やっていきましょうか。いやね、まあ、僕もね、コットはね、WW2 しかやったことないから、その BO3 とかと比較はできへんねんけど、スナイパー強ない?マジで。覗いた瞬、すぐ覗くしさ、WW2 と違って。WW2 しかやったことないから、あれ、比較対象あれやけど、WW2 よりは絶対にスナイパー強いわ。マジで。あのね、今、コシカに、スピードセンターっていう、すぐにマック精度が上がるやつとレーザーサイトを2つつけてるから、マジでね、あの、右クリックを押した瞬間精度マックスなんだよね。なんか、バトルフィールドのフィーダーってなんでコット嫌がるか、敬遠するかって言ったらさ、やっぱ覗くのが遅いっていうのがさ、ストレスなわけやん。BO4 はそれがないわ。クリックドローつけたらほんまにもう BF みたいにね、覗くの早くなるんだけど、俺はあえてね、レーザーサイトをつけてますね。本当に、あの、右クリック押した瞬間精度マックスやから、マックスじゃないかもしれんけど、ほぼほぼ精度マックスに近いから、なんやろ、腰ダメみたいな、全部腰ダメのMみたいな感じになる。CSGO っぽくなる。まあ、CSGO のスナイパーは腰ダメじゃないんだけど、なんか CSGO のなんかハンドガンみたいな。ほら、見てみ?右クリック押した瞬間さ、ほら、めっちゃ精度良くなるやろ。ポンって、すぐ。こんな感じで。ほら、今ので当たんねんって。すごない?まあ、今の味方やからさ、あれやけど。てなわけで、レーザーセット2つが僕は好きです。動きながら打っても精度下がらんしね。さあ、大体こう来るやろ。はいあれもう一人ははいはいはぁマジかちょっとはいオッケーナイスえちょっと、えな、なしよなんでおんねんもう意味わからん。どこどっからいつリス変わったんほんま。意味わからんて。早ない。リス変わるの早ないマジで。びっくりしたわ。さてと。なんか足音が見方やんな。怖いわ、なんか。音響センサーっていう、足を、敵が歩くとマップに映るっていうすげえ強いね。スキルっていうか、なんかつけてるから。あ、やっぱガンマチ基本強いけどね、やっぱ。あ、モーションセンサー置こうか。このリコンっていうやつ、モーションセンサー置けるから、こうやってポーンってやったらな。ほら、マップ上に敵があそこ映んね。マジ強いで、これ。あああぶねえ。ちょっと今のはやばかった。下手くそやったな。なんか奥いるみたいなんだけど、あ、なんで反射?あれやな、も、あれやな、アーマーつけてるわ、あいつ。来ない?え、なんか撃ってきた、誰か。え?はい、オッケー、スーほら、クイックスコープちょっと上手なったよ、俺。ね。バトルフィールド民、クイックスコープめっちゃ苦手やからさ。こういう ADS 中のね、素早いエイムはめっちゃ得意やねんけど、BF 民って。ちょっと、ある程度 BF みたいなエイムしよっか。こういうエイムね。BF みたいな。クイックスコープ難しいからね、やっぱ。簡単、ダブダブツールすごい簡単だったけどね。やったな。あ、来るぞ、まだ。ここがあんまちでしょ。いや、来いよ。はいええねんだいつでも来てくれて。こっち行けるやん。あああぶねアホやアホややば。ちょいはい、オッケーいいね。ほぼ腰ダメだぜ、これ。ね、スピードセンターつけたらマジ腰ダメでこんなエイムできるからさ、ちょっとシース GO とか、シース GO やってると多分強いで。はい。めっしゅい、今の。馬の。あ、それは無理。さっき撃たれたさすがにね、制圧っていうか、すぐブレるから難しくなっちゃうんだけど。あ、さ、このゲーム体力150やんか。ちょっと体力高ない ?WW2 で死にづらいから、相対的にアサルトよりスナイパー必要になると思うね。アサルトはいっぱい撃たないと敵倒せんけど、スナイパー一撃やんか。それ強いないっていう、ちょっと思うんだよね。うん。さて、あー、奥3人ぐらいいるねー。ここが待ちてんじゃない?こっちから行くか。あー、来そうだな。はいヘッショナイスリロースんだバカあ、まだやだ。あ、でもいねえわ。オッケー。リス変わったんじゃないですか。あー、来る来る来るこれ。来ないんだけど、なんで?はい、オッケー。ほぼ腰ダメなんですけど、これ。いいのかな、こんなんで。これ強すぎじゃないこれ。あぶねよう、今一発目外したのよくないけどね。うん。まあ、そこはまだまだクイックスコープの練習がね、足りないから、ちょっと許したってや、それは。うん、まだまだ、俺も甘いから。これ来るっしょ。これ絶対来る。早っちょっと動く、人間の速度じゃなかったやろ、今。いるの分かってんねんけどね、来ないんだよね。あ、ウォールハック使うわ。ウォールハック。これやばい、敵の場所、丸分かりやからね。マジ強い。はい。あれちょ、あー、奥湧いたな。ちょっと待って、こっちから行くわ。ウォールハックマジ強ないこれ。ほら、丸見えやで、ほんま。このマップ女子更衣室とかないかな
いや、もう終わったし、短いな。はい。はい、ツーマン。あ、UAV 使おう。敵いる今。あ、こっち。ここいる。うっそ味方やって、頑張って。ちょ、ラグ。はい。リロード浜、リロード浅田、もう、マジか。これがね、ハンドガンを装備してない人間のね、辛いところですよ。さあ、スコアストリークもう一個あるんだけど、ちょっと後にしよっか。でも終わっちゃうな、試合。使っといた方がいいかな。地ですってなんか実況撮ろう思ったら、動画時間短すぎるからさ、どうしても2試合必要になって、ちょっとあれやな。しんどいな。奥行ったな。はい、はい、ラストキル !18 キルならですよ、少な。いや、ほんま、40キルは無理やな、実況中に。お、俺やん、最後。やったぜ。もう最初のとこじゃん、これ。ワン。来ない。え、ツー、どっち倒すか分からんと。で、外すと、なんでなんっていう。で、腰舐めて。腰舐めのエイム上手い人やったら、多分、今回のスナイパー無双できると思う、マジで。絶対強いで。さあ、ちょ、2試合目もやっていきましょうか。じゃあ2試合目行っていきましょう。キルコンファームドっていうなんか敵を倒したらドックタグ落とすからそれを拾っていくみたいなね、そういうモードのはず。さあ、30キルぐらい目指したいね。実況取ってる時ってね、難しいよね、30キル、40キルって。なかなか。まあ、このね、このキャラクターね、テンペストっていうね、敵を痺れさせる、なんかすげえ武器持ってるから、それでキル稼げるけどね。おっしゃ、30キル目指そう。無理かなー。よっぽど、味方も敵も弱かったら30、40キルくらいいけるけど、味方に強いやつおったらそいつがキル稼ぐからな。なんだかんだアセロトの方が強いしな。じゃあやっていきましょう。できるだけドッグタグ拾っていきたいね。このマップ俺好きやねんな。スナイパー強いと思うねん。ここ家に入ってさ、いきなりこう長い廊下があるから、そこでな、ガンマチできんねんな。さて、いきなり来ると思いますよ、これ。はい来い。はいいいですね。はいああ、ちょ、待って、すいません。あ、反射はぁ、マジかよ、今の俺絶対当たったって最後の、ま、嘘やろ。とりあえず2キル1ですと。さあ、ちょっとある程度、時間経ったらね、モーションセンサー仕掛けたいんですけど、下側はこれ不利だよな、絶対に。あ、やばい、ちょっと不利かもしれん。え?やばい、足音。はいで、マジで腰ダメで倒せるから強いんだよ。一応 AD してんだけどね、これ。一応 AD してんだけど、一瞬で精度は上がるから、あれでいいんだよね。ある程度の近い距離をね。さあ、でもちょっと死にすぎやな。スコア、キルストリークになってないのがちょっと悲しいところ。ちょっとそろそろ BF 的なエイムします?まあ、こっともこういうエイム大事やけど。普通に。はい。どこ、ちょっと一旦逃げるわ。さよなら。これドローンつってね、敵の方向に行って、これ痺れさせんねん。まあ、死んだけど、こいつは。こっちいる?あれ?追い越しちゃったかな?おおっと、まずかバレてるわ。ちょっと待たれてるな、多分。お前行って。はい、オッケー、ヘッショナイスー。あえてヘッショ狙っていくと。ねえ、エイム力を見せつけていくと。あ、おるわ。後ろおるな。あ、やべ、クソみたいになりました。あ、よかった。あ、そっちおったな、マジで。言うといて。ねえ、今から撃ちますよって、ちょっと肩ポンポンとしてです。やってから撃ってほしいですね。うん。マナーやろ。後ろおる。ん?あーごめん、このエイムはクソ。おお、うまっ、今のうまない、すごいね。もういいんじゃない。あ、でもこっちまだ湧いてるな。下来るよこれ。はい、オッケー、ヘッショ、やばい。ちょ、ドックタグもらってから勝てへんから。ドックタグ手に入れるの話ならんかな、このゲーム。おはい、ヘッショ、マジでなんでこんなエイムやばいん。ヘッショしかならんわ、さすが BF ミン。はい、ヘッショ、やばない、ヘッショやねん。はい、オッケーナイスー。これ最後乗るんちゃう?結構今のかっこよかったやろ。後ろ来てる!はい、オッケーナイスー。まだ来るんか?ちょっと今のやりたかったなー。あー、くそー。俺結構もうレベル4、ランク40ぐらいやけどさ、俺。まだね、クワッドフィードとか取ってへんねんな。どこ行くの、あいつ。うわ、今来る、おー、勝って行くと !13 キルんですか?あ、結構40キル、30キル目指せるな、これ。4じゃちょっとなぁ。実況しながら、実況って結構ね、頭使うっていうか、喋ることにね、いろいろ取られるからね、スペックっていうか。うん。わかる?言いたいこと。だからね、意外としんどいっていうね。テンペスチャージ。
あ、テンペスト来ましたね。これ強いね、マジで。これ使い出したらもうスナイパーで49じゃないけどな。正面。味方やんけ。殺すぞ。ちょ、裏取りたい、裏取りたい。これ。あい、そう、あれ強いやろ、マジで。当たり判定もガバガバやしな。ちょっと待って、終わっちゃうやん。敵が来ないと意味ないんだよ。せっかく強い武器持ってるのに今。来い。あれ？いるわ。あえ、しびれさして。殺すと。かわいそう。あ、ドックタグもらわなあかんわ。大丈夫、もう死んでるからみんな。あ、あれか。おー、つえ。うわ、強すぎこれ。マジ強いな、テンペスト。ほら、20キル5ですまでいった。すごいね。まあ、なんかスナイパーが強いっていうか、テンペストが強いっていう。あ、UAV 抱きまーす。もしもし。一人でもしもしできまーす。正面来るかな。UAV に引っかからない。みんな死んでるやん、これ。これ頑張っちゃうの。あっ、あー、うまっ。え、あー、階段の下か。二人おったやな。ミスった、ミスった、ミスった。もう一回。いやー、30キロはいけるな、でも。いや、いけるかな、あと10キロしなあかんのか。スナイパー大変っすね。え、なんかいる。あー、やべえ。ちょっと中々力切れてきた。やべえ。キルペース落ちてきたぞ。頑張れ。それでも、スナイパー殺人か？ゲームは違うけど。え、嘘。はい、あ、オッケー。よかった。頑張ってくれてよかった。あれ、スライディングとか来られたら一番辛いねんけどな。死体の山やばいやん、これ。墓地か、これ。あい、へっしょ、やばい。腰ダメでへっしょ。エイム、極まってきたな。やめて、助けてー。交代や、味方。追っかけてきた。後ろ湧いてんの、これ。いや、あいつだけじゃない。てか、ドクターが拾わな、勝てへんか。そうだよね。あー、ちょっと拾うわ。来るでしょ、これ。え、後ろ？はい、倒していくという。やばない、今の反応速度やばない。これね、やっぱこういう腰ダメのエイムやっぱ PC 版の方が強いと思うわ、やっぱ。プレステ4は、エイムアシストで引っ掛けてドラッグとか強いかも。え、ないんかな？プレステ4、スナイパーエイムアシストないみたいな話聞いたけど。嘘やんな。え、ないんかな、ほんまに。はい、オッケー。熱い、なにこれ。はい、オッケー。よっしょ、やばない？やばいな。何キロ今？26キロか。30キロ行きたいな。でも行けそうやで。あと20地形ぐらいあるし、20地形弱があるから頑張っていけそう。いけそう。頑張る。40キロは無理やな。なかなか。ね、たまに行けるぐらいがいいと思います。あ、下の階やな、これ。俺のドローンが引っかかってると思う、多分。あー、行くん怖いな、ここ。アスラトできた、怖い。こっちから行こう。ここリスキルできるしな、ここな。あれ？敵いないじゃん。ちょっと、テンポ悪なってるよ。KPM 下がってますよ。KPM って噴火ギルスのこと。これが下がっていくよ。あ、いた、今。もう一回カラスかな。来いよ。恥ずかしからずに、俺の射線に出て来い。あれ？今おらんかった、ここ。ちょっとキルペースめっちゃ落ちてくるんやけど。なんだこれ。あ、ウォールは。はい。はい、オッケー。え？はい、オッケー。やばい。なんやこのエイム。もう前は倒したら死なんかったからよ。ちょ、なんか来てる、助けて。助かった。おー、危ない。おー、危ない。なんかいるの？あ、来てる。いやー、ドローンに引っかかった。いやー、もうめんどくせえ。29キル。いやー、あと1キルじゃ30キル。あと1キルしよう。頑張ろう。キルで3目出そう。いやー、あと4チケや。早く俺がキルしないと。頑張ってキルしよう。お前らキルすんなよ。俺が30キルしなきゃ。30キル、なんとか。なんか雷でやばい。後ろ来てる。はい、オッケー。素晴らしい。ドラッグショット。ドラッグって言わんか、コットミーはあれを。BF 的にはドラッグやねん、これ。オッケー。30キル級です。よかった。これ乗るでしょ、最後。乗るでしょ。乗らんかったらマジで訴えんぞ、アクティビジョン。アクティビジョンじゃないんかな。当然ですね。いや、こ、テンペストかよ。これ、ワンショット3キルに近いね、これ。息地獄のとこやんけ、これ。テンペスト強すぎるよね。こっからさらに、しびれさして、二人、左のやつをしびれてるっていう。範囲、ガバガバやな。当たり判定ガバガバすぎてやばい。はい、というわけで、BO4 の実況でした。ご視聴ありがとうございました。